コンスタンチン・ボリソビチ・プリコフスキーは、退役中将。2000年から2005年まで、極東連邦管区大統領全権代表。2005年から2007年まで、連邦環境、技術、原子力監督長長官。コンスタンチン・プリコフスキーとウラジーミル・プーチン1948年、ロシア極東沿外州のウスリスクに生まれる。 1970年、ウリアノフスク高等戦車式学校を優秀で卒業。1982年、装甲戦車兵軍事アカデミーを優秀で卒業。1992年、参謀本部軍事アカデミーを金メダルで卒業。1970年から1982年、白ロ,ロシア軍管区で勤務。百八十二年から百九十二年、ゾイバルト軍管区で。 戦車連隊長、師団長として勤務。1992年から1993年、トルケスタン軍管区で勤務。1993年、北カフカーズ軍管区副司令官。1994年から1996年、第一次チェチェン紛争に従軍し、方面集団、連邦軍臨時統合集団を指揮する。 1996年から1998年、北カフカーズ軍管区副司令官。ハサブユルト協定署名後、退役。1998年から2000年、クラスのダールの行政機関で働く。2000年5月18日、ウラジーミル・プーチン大統領の連邦管区創設に伴い、極東連邦管区大統領全権代表に任命される。極東は、 モスクワ中央から離れていることもあり、中央の異例が届かないことから、武漢出身の白引きのプリコフスキーが任命された。プリコフスキーは、ロシア帝国の極東総督を務めた、ニコライムラビオフ・アムールを目標に挙げている。北朝鮮との付き合い方を、小泉純一郎前首相に伝授。2001年金正日が放浪した際、ロシア側を代表して随行したことで、 日本のメディアにも取り上げられた。2005年11月、大統領全権代表を退任。同年12月、連邦環境、技術、原子力監督庁長,長官に任命。コンスタンチン・プリコフスキー再退。息子のアレクセイは、連邦軍将校で、1995年に、チェチェンで戦死。4等、祖国に対する貢献に対する勲章を受賞。 極東連邦管区大統領、全県代表在任中の2001年、金正日総書記の報路に随行した。この時、金総書記から、自分の子供は4人いるが、上の2人はビジネスに熱を上げ、政治に興味を示さない。一方、下の息子と娘は政治に強い関心を示している。これから10年ほどかけて2人を教育し、いずれ、どちらかを、 後継者にするつもりだと聞かされたと語っている。NHK スペシャル、金正恩北朝鮮権力の内幕2012年5月15日、放送、理想鉄。記録、金正日、発覚した、太っちょぐまこと金正を暗殺計画公営機は、事故で、渋滞後継者めぐる、暗闘の行方は、産経新聞。 https://www.sanki.com/smp/spremium/news/160223/s.html2020 年4月18日閲覧ありがとうございます。